スミジョ城は韓国出身のソプラノ歌手。ハングル名はチョスミ。多くの韓国ドラマの挿入歌を歌っている。クオンサウンのファンである。ミュージカル俳優、カイの芸名を考えた。センは芸術中、高等学校、ソウル大学校卒業。サンタチェチーリア音楽院で、鍵盤楽器と声楽を学ぶ。ソウルでフィガロの結婚のスザンナ役で、オペラデビューした。 1988年、リオン歌劇場で、ジェローム・サバリー演出、ジョン・エリオット・ガーディナー式によるロッシーに、オリー・ハクシャクのアデール・ハクシャク夫人を演じた後、CD 録音。その後、ヘルベルト・フォン・カラヤンに注目され、仮面舞踏会のオスカル役を歌って聴かせたところ、オーディションに参加することができた。カラヤンは、彼女の声を、神からの贈り物と評した。 翌1989年、休止したカラヤに代わって、ゲオルク・ショルティの式で行われた、ザルツブルク音楽祭での公演で、同音楽祭にデビューした。翌1990年の再演は、t v c 中継で日本を含む、世界各国で放映され、一躍その名を知らしめた。その後は、世界の主要な歌劇場において、夜の女王やルチア、 セルビネッタなどのコロラトゥーラ・ソプラノの役を積極的にこなす。1994年、ロマン・ポランスキー演出による、ホフマン物語のオランピアで、パリオペラ座にデビューし、これが縁で、ポランスキー監督の映画、ナインス・ゲートの音楽で、ボカリーズも担当した。1995年は、南仏のエクサン・プロバンス音楽祭で、マルセル・マレシャル演出、オリー・ハクシャクを演じ、 フランスでは TBC 中継される。その後もリチャード・ボニング、ズービン・メータ、ロリン・マゼールなどの主要な指揮者やアルフレード・クラウスなどの名歌手と共演を重ねてきた。録音数も多く、現在では小楽器オーケストラとも録音を制作している。ありがとうございます。